こんにちは、千秋です。前回の千秋80年代コレクションサンリオバージョンの続きです。多すぎて1回で終わらなかったの。まずじゃあ第2弾です。もういきます。ぷっ、じゃじゃん。これはね、キキララのポーチ。開かない、開かなくなっちゃった、開かなくなっちゃったポーチです。またフレッシュパンチのこういう箱、こういう箱のさ、ボックスってもう昔みんな持ってたんだけど、ちっちゃいのとか大きいのあって、これです。これは、ほら、いっぱいね、これはまた今度機会があったら出したいんだけど、昔の昭和のリボンと仲良しのシールとか付録のシールがいっぱい入ってます。あとは、じゃん。今、あれ、私映ってる？ぷっ。これ。包装紙、いろんな包装紙、これはのもうここ5年以内に買ったやつです。包装紙いっぱい、もったいなくて使えない。あとはじゃーん、これまたなんだ、あ、フレッシュパンチだ。フレッシュパンチのプールバッグとポーチ、もう買ってから一回も開けてないんだよね。でももうこれがさ、今の時代にさ、これが普通のさ定価で買えるなんて本当に夢のよう。あとは、フレッシュパンチのカードケース。多分いろんなコレクターカードとかを入れるケース。あ、フレッシュパンチのストロー。かわいい。あ、またある。これ缶。なんかチョコレートを3つ買えたのかな？ハンギョドン、座敷豚、ゴロピカドン、ザ・ボードビル・デュオ。あ、4種類。でも他にも買ってるから使ってるのかな？あ、またこれ。これもいろんなシリーズ。ルルー学園。2個買ってる。もうなんで2個買う？これ何がいいかってね、これレターセットなんだけど、ほら見て。ちっちゃい封筒と便箋とシールが入ってるの。で、こういうケースに入ってるの。超かわいい。これを多分使う用と鑑賞用かな？まあ、本当は3つ買いしなきゃいけないんだけども、そもそもがもういっぱい買ってるから。パピーラブ。もうパピーラブなかなかこのグッズも最近出ない。ブルドラクエ2個。それにまた、いつもの。それから、あ、これ。前回紹介したけど、まだあった。これ、風の子さっちゃんと座敷豚のシールとかの。どっちかにシールがあって、どっちかにメモが入ってます。これもね、3つ買いとかしてるの。あとはこれ。あ、サンリオ50周年の時に、これはスタイリストさんがクリスマスプレゼントかなしてくれたんで、サンリオ50周年の時にあるのね。これ、91デザイン。じゃーん。ほら、全部、スタンプになってるの。かわいい。かわいすぎる。これが宝物です。あとは、やっと1個箱終わった。次、もう1個の箱。ぷっ。次からはね、多分ね、古いのが出てくる。これ、ミスター・ベアーズ・ドリームっていう、クマ。これ、古いんだけど、これを母が使ってたので、これ持ってんのちょうだいって言って古いやつもらいました。あとは、これは完了じゃないでしょ、これも誕生日でしょ。あ、フレッシュパンチ。フレッシュパンツって言っちゃった。フレッシュパンチのトートバッグ。それから、昔の、またサンリオのいろんなキャラクターの昔っぽいやつ。あとは、あ、これが、チンの小人さんのバッグ。これもね、3個買いしてるので、1個あっちに使ってるやつがある。あ、チェリーチャムのバッグ。ゴロピカドンのバッグ。これはセーラーズ。これも違うの。これも違うの。これとも違うでしょ。これも違うでしょ。これソニーなの。これもセーラーズか。これも違うでしょ。あれ、これドクターショップ違うの。ないな、残量があったあった。ゴロピカドンのポーチ。これはね、結構5年以内にビレバンとかに売ってたと思います。売ればもう昔の三流が。あ、これタキシードサム。その、私、タキシードサムの昔のやつが好きなんですよ。これです。これがさっきからのあるポーチ。これのポーチの、その大きいポーチ、小さいポーチ、あとトートバッグを3個買いしているのかな。あ、あった。もう、ぷっ。あ、これ三流の、サンリオキャラクター付箋。じゃーん！いろんなキャラクターの付箋が。すごいよね！全部ある。使えない、もったいなくて。これも買いました。
あ、ここにこれクリアファイルいっぱい、フレッシュパンチ、セブンシードル、ミスターベアーズドリーム、これかわいい、悪いキキララみたいなの初めて見たの、これこの時から見てない、これいろんなキャラクターのやつ、タキシードサム、あ、もうね、このタキシードサムが私もう動かないタキシードサムが好きなんですよ、こっちので。最近タキシードサムがまたなんか人気になってるんだけど、今あの世の中にいっぱい出てるのは躍動感のあるアニメっぽいタキシードサムなんだけど、私はもう断然こっちのあのじっとしてるタキシードサムが好きなの。タキシードサムって2種類あって、私はこっちが好きなので、このグッズはねあんまり出てないから、見つけたらもう絶対買うんだけど、なかなかないの。躍動感のある方が人気があるみたい、こっちのじっとしたやつが売ってないあんまり。これパティアのジーン、これもまたフレッシュパン、チアリーダー、あとはあ、こっからはなんかいろいろ昔のやつとかも入ってる、あ、ザ・ボールビルビデオ、昔のやつね、ウナコーアって書いてあるから昔のウナコーアの付録かなんかプレゼントあったのかも、昔のです。それからこれ、あ、これウィンキーピンキー猫のノートが2個ある、これ昔の、何これも、ブルー学園の消しゴムが2個ある、これも昔の当時もの、あとはなんか鉛筆と、何やってんだろう私は、昔の何、定規、昔の定規を集めてるけど、これはあった、あのケロッピの昔の、ちょっとこれどれが昔のかわかんない、あ、どれがサンリオかわかんないからまた今度、あーいっぱいある、これ絶対娘に見せらんない、ここら、あーこれやばい、これじゃ本当に超大事、これなんて言うんだろう、このね、このシリーズがな、もう名前がねわからないんだけど、これ知ってる？私が子供の頃にある、あったやつで、サンリオなの、サンリオさんなの。なんかね、ワンダーザトリップみたいな正式名が、これはもう古い昔のクリップ。かわいい。あーかわいい、なにこれ。ほら。ちゃんとここにウサギさんとかゾウさんとか、このシリーズがで、これってそのキャラクター名がはっきりわからないから、なかなか今フューチャーされにくいんだけど、結構私の世代の人はみんな一個は持って、あー知ってるっていうやつ、でも名前がね、ワンダーザトリップとかね、なんかそういうね難しい名前なの、だからなかなかだけど、可愛すぎる。これはね、これはレアなやつ。なかなか見つからないやつ。あとはこれ違うでしょ？これ違うでしょ？これ違うでしょ？そんなことかな？あった。昔のザ・ボードフィルデュオ。ミニ巾着。これも当時もの。それから、これ。ウィンキーピンキーの巾着と、これなんか上靴入れみたいなやつ。表と裏が違う。これで、これ買い出したらその80年代って巾着がすごいいっぱいあったんだけど、巾着にはまっちゃっていろんな巾着を買って、これもサンリオですね、ファンカムアライブ知ってる？もうねマイナーなキャラクターもいってますよ。あ、これも違うな、これも違うな、あ、ファンカムアライブ巾着、これも当時もの、かわいい、これは違うな、トンネルズ、あー、ここに昔の鉛筆がいっぱい出てる、もうどれがサンリオ、もうサンリオわかんない、どれだろう、これはサンリオです、これはサンリオかな、サンリオ知ってる、これもこのキャラクター知ってるかな、三角の鉛筆なんですみたいなのがここにいっぱいある、これうちの玉知りませんかとか、なんかいろいろいっぱいある、やっば、
終わんないよ。こんにちは。こんにちは。あ、ピンキーピンキーのサイン帳。サイン帳。あ、これ。パティ&ジミーの。これは10年以内に買ったパティ&ジミーの超ちっちゃいトートバッグと。あ、昔の動かない方のタキシードサム。タキシードサムのミニハンカチと、これは、なんだろう。あ、ノートが入ってた。もうね、何を買ってるかもうわかんないんだよね。ノート入ってる。かわいい。もう本当にこっち、もう私は絶対動かないものタキシードサムが好きなのから、こっちのグッズも増やしてほしい。動いてるのもかわいいけど、動かないのを増やしてほしいな。ぽっ。あともうちょっとです。あー、まだあるよ。あともうちょっとです。同じく動かない方のタキシードサム。櫛と鏡となんかこのボタンセット。アクセサリー作るみたいな。見える？あとは、出た。風の子さっちゃんのビニールがま口ポーチを1、2、3個買い。風の子さっちゃんはなかなか出ないからもう出たら絶対にいっぱい買う。あとはゴロピカ丼のさっき見せたあの箱、これも3個買いしたんだけど、まあ、1個妹にあげた。これメローチューン、メローチューンかの猫、これも3両、これも2個、あとはこれ、これも3個、ミニハンディケースってなってこれも3個あるけど、まあ、今全部1個ずつ妹に取られた。とりあえず今あるのは以上です。ぽっ。思ったよりあんまりなかったね。もっとあると思った。以上、千秋の80年代コレクションでした。まだまだファンシーグッズいっぱいあるよ。サンリオさん以外のものもあるし、でもとりあえず 今目の前にあるのはこれでした。あとは倉庫から持ってこなきゃいけないからまた今度です。もうね、サンリオさんのグッズは私もうちっちゃい、もう生まれた時からかな、ちっちゃい時からずっとお世話になってる。ずっとサンリオさんに就職したかったけどできなかったけど、まだまだこれからもおばあちゃんになっても買い続けたいと思います。以上、千秋の80年代コレクションサンリオバージョンでした。チャンネル登録といいねもしてね。こっち？こっち？